アンダルシアに憧れてバラをくわえて踊ってる地下の酒場のカルメンと今夜メトロでランデブーダークなスーツに着替えてボルサリーノを一気に決め生かす靴履いた時に電話が俺を呼び止めた。受話器の向こう側でボス声を震わせながらボスやばいことになっちまった鳥居のやつがしくじったサルガリが言うのさ今夜港で決着を立ち入り禁止の後場の第三倉庫に8時半誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ額縁の裏の金庫に隠したコルトを取り出す俺の手が震えてるのは何も怖いわけじゃないさコルトは俺のパスポート黒くて硬いパスポートスタッガーリーの頭にこいつをぶち込んでやるさ タクシーで港に着くとボスたちはおぞめていた怪しい気配に気づくと俺たちは囲まれていた暗闇からマシンガンがあざけるように火を吹いたボルサリーノは弾け飛びコンクリートにキスをした誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ激しい痛みが体を電光石火に貫きはみ出し物の赤い血が空っぽの世界を染める薄れてゆく意識の中俺はカルメンと踊ったアンダルシアの青い空グラナダの歌が聞こえた誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ必ず行くからそこで待ってろよ。